皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題の3回目、今回は政府の数の情報、助法と類助、この3つについてお話します。掛け算のことを情報と言って、その結果、つまり掛け算した答えですね、これを積と呼びます。で、まず二数について基本を3つ覚えちゃってください。同符号の二数の積は正になる。同符号、つまりプラスとプラスをかけたら、マイナスとマイナスをかけたら、どちらも答えは正の数になる、こういうことです。括弧1番、プラス3かけるプラス5、ね、同符号プラス同士の掛け算で答えはプラス3515と、もちろんこのプラスは省略して構いませんね。括弧2、マイナス8かけるマイナス7、どちらも負の数ですから、答えは正の数になって8756と、でプラスの56になると、こういうことです。次は異符号の二数の積は負になる。異符号ですからプラスとマイナスをかけたら答えは負の数になると、マイナスとプラスをかけたら答えは負の数になると、こういうことです。括弧3、プラス4かけるマイナス6、符号ですね、正の数の負の数かけてますから、マイナスの4624、こうなります。括弧4番、マイナス9かけるプラス2、マイナスとプラス符号で掛け算してます。ですから答えはマイナスの9218、こうなります。最後ですね、0を含む乗法、0が入っている掛け算ですね、その積、その答えは0になる、ね、0と掛け算したらどんな数でも0になるということです。括弧5番、プラス11かける0、11と、ね、0掛け算してるの答えは0ですよね。6番、0かけるマイナス7361、ね、0と掛け算する数がどんなに大きくてもどんなに小さくても0と掛けたら答えは0になると、こういうことです。まあ、二数についてはこの基本3つ覚えてください。そしてじゃあ3つ以上の数の掛け算だったらどうなるのか、ね、それをお話しします。3つ以上の数の情報では、その情報の式の中に負の数がいくつあるか、その個数に着目して積の符号、答えの符号、これを決めます。具体的には情報に負の数が偶数個含まれていたら答えは正の数になる、奇数個ならばその答えは負の数になる、こういうことです。例、括弧1、マイナス2かけるマイナス7かけるプラス3、負の数はこのマイナス2とマイナス7、2個です。偶数ですから答えは正の数になります、プラスです。そして2714かける3で42ですね、プラス42、もちろんプラスの符号を省いて42と、ね、こう書いても大丈夫ですね。今順番に前から計算したんですけど、情報って交換法則聞くので、例えば2、3が6、6、7、4、12なんてやると九九だけで計算できちゃいますね。括弧2番、プラス3かけるマイナス11かける0かけるプラス9、負の数は1個ですなんて思っちゃったり、マイナスって書き始めちゃいけないんですよ。情報の中に0が入っていたら答えは0ですから、これはもう計算しないで0、こうなりますね。引っかかっちゃいそうな気がするんですけど大丈夫ですか。括弧3番、マイナス3かけるプラス4かけるプラス2かけるプラス10、負の数はマイナス3の1個だけ、つまり奇数個ですから答えは負の符号、マイナスがついて3、4、12、12×2、24×10 でマイナスの240と、こうなりますよね。この負の符号は省くことができませんので、プラスの時みたいに省いて42ってできるんですけど、こちらはできないので、ね、
そこのところもちゃんと覚えてくださいね。では今度は割り算の方に移りますね。割り算のことを除法と言って、その結果割り算の答え、これを小と言います。ここで覚える基本的なこと、除法の時と同じ3つです。1つ目は同符号の二数の小は正になる。つまり正の数割る正の数、負の数割る負の数、この場合の答え小は正の数になる。括弧1、プラス18割るプラス3、正の数割る正の数ですね、答えは正の数になってプラスの6とこうなります。括弧2番、マイナス24割るマイナス6、負の数割る負の数、これも答えは正の数になってプラスの4ですね。2つ目、異符号の二数の小は負になる。正の数割る負の数、負の数割る正の数、この場合の答えは負の数になる。こういうことです。括弧3、マイナス12割るプラス6、これは負の数を正の数で割っているので答え負の数になってマイナスの2ですね。括弧4番、プラス45割るマイナス5、正の数は負の数ですから答えは負の数になってマイナスの9、こうなります。3つ目はちょっとね、情報の時と違っているんですけれど、数をゼロで割ることはできない。どういうことかというと、5番で0割るプラス7、ゼロを正の数負の数で割ることはできます。その時の答えはゼロですよね。でも括弧6見てください。マイナス9割る0、数をゼロで割っていますよね。こういう計算はできませんね、これも覚えておきましょう。では類乗に移ります。同じ数をいくつか掛け算したものをその数の類乗と言います。 4×4×4、 これ4を3回掛け算していますよね。この時4を変えてその右上に小さく3、こういうふうに表します。でこれを4の3乗、このように言います。この小さな数、これを指数といって、その数を何回掛け算しているよって教えてくれているんですね。例を使うと、括弧1、 6×6、 これ6を2回掛けているので6と書いて、その上に小さく2、これ6の2乗ですね。こう読みます。括弧2番、マイナス 5×マイナス 5×マイナス 5×マイナス5、 マイナス5を4回掛け算しています。で負の数の時には必ず負の数を括弧の中に入れてください。マイナス5、これを4回かけているのでマイナス5、括弧の4乗と、ね、こういうふうに表します。括弧3番、4分の 3×4 分の 3×4 分の3、分数を指数を使って、ね、表す時、分数の掛け算指数を使って表す時、この時にも分数を括弧の中に入れてください。4分の3を括弧の中に入れて、括弧の外側にこれ3回かけていくので3乗と、これ4分の3の3乗、こうなります。もし括弧がなかったらどういう意味になるかというと、分子の3だけを3回かけていると、こういう意味になってしまうんですね。ですからこのところもしっかり覚えておきましょう。では類乗の計算の説明に入ります。括弧13の3乗、これ指数を使って表しています。3の3乗というのは3を3回掛け算しているという意味ですから、 3×3×3 計算すると27ですよね。こうやって計算していきます。括弧2番と括弧3番は似てる、あ、答え同じじゃないってこう勘違いしてしまう人時々いますけれど、ここで違いをはっきり覚えましょう。括弧2の方は括弧の中にマイナス2が入っていて、括弧の外側に4乗、これはですねマイナス2、これを4回かけるね、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2と、こういう意味ですよね。これ負の数を1234偶数個かけているので答えは正の数になりますよね。計算すると16です。プラスの符号は省いておきます。じゃあ括弧3マイナス22の方だけに4乗となっていると、これはですね
マイナスはそのままで、2だけを4回かけているという意味です。 2×2×2×2、 こういう意味です。ここの部分ね、カッコに入れて表現しているものもあるんですけれど、ここではカッコを使わない形で、書いておきます。これはですからマイナスをつけて 2×2×2×2 とで16と、マイナス16というのが答えになります。今回は政府の数の上法下法と類上についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。